はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もメトロラストライトリダックスの追加ストーリー、前回結構際どいレベルのステルスが多かったパビル編を終えて、今回はカーンやっていこう。もうサバイバルのノーマルで。いつまで経っても終わらない。任務を終え、帰り際に無線で基地に連絡して帰ることを伝え、また別の偵察に出される。無線などなければと思うこともある。だが今回は面白くなりそうだ。共産主義者に占拠されたハンザの列車を止めなくては。派手な仕事は久しぶりだ。まあなんとかなるさ。この声はカーンじゃないな。で、列車を止めるということは、これダークワン救出の時のカーンと一緒にいた別の人が誰かかな。どうなんだろう、カーン。秘密工作員ウルマン様だ。ウルマン、冗談はやめろ。ターゲットが来るぞ。了解。ところで、本当にトンネルは崩れないんだな。もちろんだ、信じろ。分かったよ、通信終了。ウルマンって誰だったっけな、聞いたことあるぞ。2033の人だったっけな。ライトにもいたっけな。さあ来たぞ。これ来たところボーンか。あかん。とっとっと。あれ、カーンのお話なのでは。これは一件落着ってやつだな。カーンじゃないぞ。さあ行くか。調べる。こっちが開くわけじゃないんだもんね。めっためたに破壊したけど、敵はいないね。いるの。あ、カーンでした。どうしたんだ。話せば長いが、我々も列車を追ってるんだ。追いついたじゃないか。さあ焦らずじっくりと聞かせてくれ。ところで我々とは誰だ。アルチョムと私だ。ところでアルチョムは崩落現場の向こう側だろうな。アルチョム？ここに何の用だ。またメトロを救うのか。後で教えてやる。行こう。またということはラストライトだ。ポリスだ。ミラーに知らせることがたくさんある。悪い知らせだから。アルチョムは崩落で分断されたが、彼なら問題なくポリスにたどり着けるはずだ。そこで会えるだろう。行くぞ。興味があるんだが少しくらい教えてくれないか。そうだな。共産主義者が D6 からバイオ兵器を盗み、メトロを乗っ取ろうとしている。なあ、それは面白そうだ。どの辺の話だろうな。わかんないな。ただ確かミラーにそのカーンが予備電源を復旧してくれ。扉が開かないんだ。知らせに行くということは共産主義者か。なぜだ。今は当然ポリスへ裏でモスクビンを操っている。向かっていたわけだけど、カーンがミラーにいろいろ伝えるために。なるほど。その時にウルマンと一緒にいたんだ。全部開かない。ここはあまり良くないな。私に近づいて言う通りにしろ。また始まったか。暗いな。この道はポーリャンカに通じている。ポリスの近くだ。途中で何が起きてもおかしくない。どういう意味だ。そこではよく、おっと、幻覚が見えるんだ。過去が見えたり、時には未来もだ。恐れいるよ、ここに来て幻覚とはな。ポリスの科学者たちも同じ考えだ。だが私はもっと深いものだと思うぞ。ポーリャンカでは見るべきものが見えるんだ。これはアルチョムのところ。どうなることか言って確かめよう。あったな、こういう現象。
うわ、こっち行けるんだ。あ、うわ、あ、影がある。誰か泣いてる。やだよこういうの。え、なんもない。これなんもない。こっち行く。またクモの巣か。見てみろ、戦争からほったらかしの骨だ。トンネルが崩落し、列車は外の世界から隔絶された。彼らは戦争が起こったことすら知らなかったろう。ずっと助けを求めて待っていたに違う。骨骨。ここは絶望で満たされている。勘違いか、悪魔がうろついているの。苦しみのある場所に悪魔が現れるんだ。まずい。くれくれ。こいつの話を聞くんじゃなかった。俺まで幻覚が見える。何両編成の電車だこれ。お、頭転がってきた。おお、あら、あら、カーン、どこにいる。カーン、カーンどこ行った。お、なんだこれ。ん、あああ、モノクロに。お、あ、黒い、あ、黒い、お、あ、ウルマ、目を覚ませ。幻覚見てた、完全に。大丈夫か。ああ、多分な。なら行こう。ここから出た方がいい。そうしましょう。どうした。アノマリだ。あ、動く。アノマリか。動きを感知するぞ。アノマリ2033ぶりじゃないか、見るの。大丈夫だ。おほう、基地の連中にも教えてやろう。まあ、少なくともこの道中で死ぬことはないね。ラグじゃないよ。にしても暗すぎないか。ここのようだな。こっちか。この匂いどうなってるんだ。ああ、間違いなくここだ。こっちじゃないのか。こっちだ。そりゃ当然こっちだよな。他に道がないからな。滑り台。あ、なんかいたよ。あ、戻ってった。ミュータントどもが近くに住んでる。気を抜くな。これ外の光だよね。ガスマスクなんてついてないけど大丈夫。カロリーメイト。
この通気口はポーリャンカに繋がっている。行こう。僕が先行ですか。はい、あ、そのまま行っちゃう。カーン、ある法則を発見した。どんな、俺たちが一緒だと必ず妙なことが起こる。カンと一緒にいるときだけに限るな。あー、生首。おお、びっくりした。くそ、半分漏らしたぜ。やられるかと思った。静かに。もうこういうのには慣れてるよ。もう静かに聞くんだ。何、ああ雲が。ライターだ、早く。ライターあるよ。おお、おお、行くぞ、早く。ね、ネズミ。いてて、え、なに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 。ライターだ、早く。行くぞ、早く。あ、ネズミにダメージを受けたのか。おわ、あれ、降ろされた。どう、くそ、こんな大量のネズミ見たことないぞ。ジェリーがいっぱい。まだまだ来るぞ。あら、こっち。あ、あ、待って待って待って。いや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 、おーい、いでいで。どんだけ。おお、燃えした。いいぞ、考えろ、カーン。例えば電気をつけるんだ。電気をつけただけでネズミが帰るとでも思ってんのか。いや、配線に通電させれば電気のアノマリーを引き寄せられる。すぐ近くにいるんだ。出口以外は何でもあるんだな。なんでアノマリーが必要なんだ。動きを感知する。だから、そうか、動きだ。カーン、お前は天才だな。まだまだ来るよ。来る途中予備バッテリーを見た。それを充電しろ。これこの辺か。こちらもね、こちらか。暗い暗い。別行動なのか。慎重に行くよ。待って、その前にバッテリー大丈夫？え、あら、あ、マックスになった。あー、嘘でしょ。やだよ。じゃあ切るよ。うん、これであれだ、充電して、そして後ろからバーンとなんか来るといったパターンか。騙されないぞ。はい、ひねる、カモン。見て見て、バーンとは来なかった。拾えた。ん？おお。ミュータント。どうなってる？まだ足りない？まだ足りないってか。そんなこと言われてもなんか他にあったっけ？しないもないもんね。あ、こっちか。向かいにあった。こっちも絶対なんかあるだろう。暗い。死体。ゲット。うわ、もう、なんか拷問するもん。
はい、供給。 OK、 OK、 戻る。あ、いた、いたけどこっち来ない。気になる。入ってた。おいカン、アノマリーなんて当てにできない。撃ち殺したらどうだ。来たぞ。来た。ネーズフィが未だに途切れないな。あ、ちょっと起きた。あ、ネズミが。フランシュとかがすごそう。お、行こうか。ネズミの死体だらけ。うまそうな肉が台無しだ。食べるの？来ます？何のマークだこれ。もう少しでポーリャンカだ。ってことはそろそろシャンパンの時間か。ポーリャンカ、どうだろうな。あの駅は普段は誰もいない。人間も獣もな。誰もいない？それはなんというか嘘だろ。幽霊がいるとか。ああ。後ろから聞こえたよ。いつもと違うぞ。うん。ああ、なんか耳に。嫌な音。沸騰してんの？ポーリャンか？あー、やっぱり幽霊。誰かいるけど。誰もいないと言ったのはお前だぞ。誰もいない。だが何かがおかしい。いや、誰もいるけど。行くぞ、ついてこい。彼らとは話すな。私とは話していいが、彼らとはダメだ。分かったよ、大将。実態？みんなだ。ラーイ、残ったのは俺とお前だけだ。実体の幽霊？なんそれおかしいけど。抜き足差し足。人じゃないのか？失礼します。彼らは生きていると思っている。え？アノマリーじゃないか。そんなはずないか。これは幻覚だ。ではみんな飲もうじゃねえか。お？あ、まあ、でも会話は交わしてないか。命に飲め。さあ。話すなと言わなかったか。今は飲めと言ってるんだ。はい、はい。上等だ。命に。うん。
これだね。そうだ、聞けか。カーン、お前は悪いやつじゃない。だが秘密にすることが多すぎる。本を読んでばかりでなかなか一緒に飲んでくれないよね。せっかく帰ろうや。カーンの知り合い。そうだ、友達できないぞ。と、おっと、いきなりカーンの視点になったな。リキの友人を守る武器2つ。これなんだ、これショットガン。あっと来てる。すごい武器だなこれ。あ、リロードがちょっとかかる。押してリロードをちょっと AK に持ち替える。じゃなくて俺はカラシニコフか。この武器をどうしても AK に呼んでしまう。カラシニコフはまず AK の系統か。リロード、硬い。全部やった。大丈夫？どうした？仲間はどこだ？奇襲だ！駅は血の海だ！女と子供は横の通路から逃がしたけど、エントランスがもう持たない。なんとかしないと。カーン、クズミチ、すぐに倉庫へ向かえ。コシックはここに残れ。俺たちでエントランスを片付けるぞ。オーケー。了解。行くぞ、カーン。爆発物を見つける。この人についていくんだっけ。カーンの過去の話だな。現在では無人となった。お、あ、撃たれた。なんだし、あ、やばい、あ、やられた。硬い、やばいぞこれは。あ、来てる。やった、もらって、武器庫で爆発物を見つける前にちょっと周り見ていこう。焼夷グレネード、こっちは線路、デンジャー。あーどう、これ、あーららら、この上はまだ駅なのか。あらら、あーらららら、引いてく。引いてったってみんな生きてそうだけど死んでる。ノー、あっちだな。頭一発か、正面一発。みんなやられてるな。こっち？開かない。後ろから音。
クレイモアだけど、爆弾これか。他には何もない。故障したエアロックを破壊する。場所はどこだ。来てるな、メタノト。知ってくんないかな。痛い。吹っ飛んだ。エアロックってどれのことだ。おっと、これかね。10、9、退避退避。あれ待って、嘘、まずいまずいまずい。ちょっと食らっ、いや かなり食らった。うお、何を追ってる。まずいまずいまずい。お、あ、閉じた。そういうことだったのか。時々こうなるんだよ、ウルマン。なぜポーリャンカがこれを君に見せたのかはわからん。あの時の私のような選択に君が直面しないことを願うよ。あの頃は若かった。行こうか、ここにいても仕方がない。そうだな。よし、じゃあ完編はこれにて終わりということで、じゃあ次がもうラストだ。アンナ、これで追加ストーリーを終えるとしよう。じゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。